日本海に面した港町、京都府舞鶴市。この町が背負う歴史。七十五年前の敗戦。直後から植民地などに住んでいたおよそ六百六十万人もの日本人は、現地住民などからの報復や襲撃を受けながら祖国を目指すことになります。舞鶴港にはシベリア欲流や中国大陸からおよそ六十六万人が。 13年間にわたり引き上げました。港を見下ろす記念館には引き上げの体験を語る語り部がおよそ60人在籍していますが、戦後75年が経った今、戦争を経験した語り部は2人だけです。ちょっと持って持ってみてください。そんな中、市内の高校2年生。 マシモアオイさんが3年前から語り部を務めていますね、海黒がと、水筒分かりますか奥にある水筒って普通口につけて飲みますよねマイナス30度の世界で口につけると離れなくなるんですねで何が起きるかっていうと水筒が取れるんじゃなくて唇が取れるんですね戦後 極寒の旧ソ連などで強制労働をさせられたシベリア抑留者から聞き取った記憶ちゃんマシモさんが語り部になったのは亡くなった祖父田田さんの影響が大きかったと言います田田さんは多くの引き上げ者の苦難を直接目にした経験からマイズルで語り部の会を立ち上げました 引き上げっていうのはそんなにないと思うしここの特徴だと思うのでやっぱ引き上げについてすごく知ってほしかったんだと思いますおじいちゃんの思い語り部としての思いを受け継ぎたいなと思って葵さんはこの日語り部の先輩に話を聞きに行きました <laughs> 戦争の経験者で14年前から語り部をしている田木康さん終戦の翌年8歳の時に満州から引き上げてきました中国服が入ってるでしょあれはね私たちね引き上げだって言われてもなんかもう疑心暗鬼で何が起こるかもさっぱりわからないままに来たからもし何かがあったら。 これ来て中国人のふりして逃げなくっちゃと思ってね母親と2人で過ごした敗線から引き上げまでのおよそ1年間は苦難の連続でした分さあいよいよ1億玉砕でどうやって死ぬんだろうなとかさ生産から入れたら苦いのかなすぐに死ねるのかなって小学校1年生が。 死ぬことばっか考えてた一年近い歳月があったっていうのはやっぱり尋常なことじゃない残酷なものではあったと今でも思います女性も子供も巻き込まれる戦争の悲惨さを改めて感じ取った葵さん私の今の年の子たちの人たちが 大変な思いをされてたっていうのは、すごく。うん。うん、私は想像できないですし、分から、全然わからないんですけど、その辛さは。ですけど、知っている以上は語り継ぎたいなって思いますし。頑張りたいなって思いました。う徐々にですが、若い世代にも引き上げについて受け継ごうという機運は高まり。今年の語り部養成講座には。 中学生生生から高校生の生徒17人が応募過去最多を記録しまし,た失礼しまた平和になるために私たちができるのはこの何があったか実際には経験はしないですけど実際語り継いだものとして他、えー、と同じ世代の方々だったりに語り継いでいって私なりにできることをやっていきたいなと思います。